さあオリックスですけれども、今回の内容は今週から始まりますソフトバンク、そして週末は日本ハム、ここのローテの予想をしていこうかなというふうに思います。覚悟の終盤戦ということで、残り40試合にはなりましたけれども、2位のロッテとは 5.5 ゲーム差ということで、ロッテはですね、火曜日から日本ハム、週末は楽天との試合が始まるということで、蓋を開けてみるとですね、まあ一時はねソフトバンクがこう最大のまあライバルだというふうになってましたけど、今となってはもう3位と4位ソフトバンクと楽天がですね、こう CS 争いを繰り広げているという展開になっております。まあ、正直ですね、オリックスの今のこう、まあ最大の敵はロッテになっているということですけど、このロッテとも5ゲーム差以上離れているということなので、昨日でパリーグ60勝唯一達成ということですから、優勝ラインをこうキープしたままですね終盤戦に入るということで、早速ですね今週も大事になってきますから、ローテ予想も今回のお話でやっていこうかなと思います。まず先週のローテなんですけど、ご覧の通りでございまして、まあ火曜日の山本由伸投手から始まって、昨日の曽谷投手という流れになりましたけども、まあいろいろね台風があったりとか、田嶋投手がねちょっとなかなかこう風が、治らなかったりとか、まあいろいろある中で、木曜日はね田嶋投手のところをワゲスパックが、急遽対応してくれたりとか、まあ土曜日ね中止になりましたけども、本来は曽谷投手だったということで、まあスライド登板させることによって、まあシュンペーターがですね仮に、昨日先発予想になっていて中止ってなったら、それはそれで負担がかかるということで、その辺考慮して曽谷投手をスライドっていうような、感じになったのかもしれないですけども、当初の予定では土曜日曽谷、日曜日シュンペーター、このドラ1コンビがまあローテに名を連ねるということで、金曜日ね幸也ですから、これドラ1全員、トリオで楽天との試合に挑むっていうところですからね、それはそれでちょっと見たかったわけですけども、先週のスケジュールで言うとそんな感じでございました。で、これ毎回やってますけどね、それぞれの感覚日というところで、ちょっとお話ししていこうかなと思いますが、まあ、ご覧の通りということで、シュンペーター以外はだいたい中6日ですね。なので、1週間後には投げてるっていうような感じになってます。で、シュンペーターに関しては中7日。なので、1週間プラス1日。火曜日投げたら次の週の水曜日に先発してるっていうような、ローテで組まれてるという感じですね。そんな中で、今週はソフトバンクと、そして日本ハムと3試合ずつ行われるということで、今週もがっつり、6日ということで6連戦が始まるわけですけども、まずねソフトバンクとの相性を見ていこうかなと思いますが、今シーズンですね、先発をしているワゲスパックであったりとか、ここ最近ローテに入っている、東投手に関しては、ソフトバンクへの対戦っていうのはなかったです。まあ、なので、それら以外についてちょっとお話ししていこうかなと思いますが、まずね吉野部と宮城ですけども、まあねソフトバンク相手に非常に相性がいいということで、吉野部に関してはね相性が悪いチームがないので、あんまりねここね、詳しく触れてもっていうような感じなんですけど、とは言ってもねやっぱ5試合先発してクオリティスタート4回ですか、まあソフトバンクに徹底的に当ててるっていうのが分かりますよね。で宮城投手に関しても3試合先発ということで、これからご紹介する面々の中では2番目に、多い数字になってますので、まあソフトバンクに、今週も投げるっていうのはなんか容易に想像ができるかなと思います。一方で他の3人なんですね、田嶋投手、シュンペーター、サチアですけども、田嶋投手とサチア投手に関しては全く同じです。2試合に先発して、1回クオリティスタートを決めた防御率が4点台という成績になってます。まあ、サチアに関してはね、完封目前まで行った、投球があったので、この辺のイメージがすごく残ってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、4.05、ほぼね、3点台ですから、そんなになんかソフトバンクに悪いイメージっていうのは、個人的にはなかったりするんですね。で、やっぱ特に素晴らしいのがシュンペーターですよね。2試合先発ながらもクオリティスタート1回決めてですね、防御率も1点台に行こうかという勢いなので、まあ個人的にはなんかこの数字を見るとですね、シュンペーターを、木曜日に持ってきてもいいんじゃないかなっていうことで、ソフトバンクの3連戦、こんな感じで予想してみました。まあどのカードもね、頭が大事っていうところで、吉野部は変わらないと思いますし、まあ宮城投手をね、水曜日に持ってきて、非常にいいんじゃないかなと思います。で、一方で日本ハムとの相性を見ていこうかなと思うんですが、ご覧の通りということで、日本ハムに関してはワゲスパックがですね、先発をまだしていないということで、わかんないです。あの成績がまだないんでね、投げるかもしれないですけども、ご覧の通りということで、まず吉野部と宮城投手、行こうかなと思います。で、吉野部はですね、もう圧巻の防御率が1点台ということで、先発も1回しかしてないので、まあ今年ね開幕してから一時日本ハム4位に上がったりしてましたけども、それでもやっぱりね基本は B クラスというところで、B クラスの相手にまあ吉野部を持ってくるっていうのは本当
当にね、スケジュール感的に、いた仕方なかったらしょうがないんですけど、なんかローテを自由に組める際に B クラスに吉野を当てるっていうのはちょっともったいないと思うので、まあそんなにね先発の機会が今年は少ないっていうのはちょっと頷けますよね。一方ですごく意外だったのが宮城投手なんですけど、2試合に先発をしてクオリティスタート1回、防御率が5点台ということですけど、これ何なのかっていうと、あのねエスコンで初めて投げた時にまああの KO をしたれたんですよね、最短でね。まあその数字がまだちょっとこう残ってしまってるのかなっていうところで、もう1試合投げた時にはしっかりクオリティスタートを決めたので、この辺ね、まあどう出ていくのかっていうところですけど、今週はエスコンじゃなくて京セラなので、まあ、その辺考えるとそんなにまあ意識はしなくてもいいのかもなというふうに思ってるんですが、もしかしたらあのエスコンのこうマウンドですか、まあできたてほやほやっていうのもあってですね、相性が良くないのかもしれないので、ここねすごい意外でした。なんか宮城投手はそんなにどのチームにもなんか相性っていうのがいいのかなっていうふうに思ってたので、エスコンフィールドだとね、1試合先発して防御率が 27.00 っていうので、まあ、1回途中投げて5失点っていうのがありますから、まあ、その成績がねちょっとインパクトがあるのかもしれないですけど、まあ、今日それですからね、まあ、その辺は大丈夫かなと思っております。そしてその他で言うと田島投手と俊平太ですね、この2人もですね日本ハムには相性が悪いということで、ご覧の数字が出ております。田島投手に関しては1試合先発して防御率が12点台ということで、これどうするんですかね、風明けで、まあ、2週間様子を見たということで、かなりオリックスの方も田島投手を大事に運用しているっていうのがわかるんですけど、ソフトバンクに対しても防御率が4点台、そして日本ハムには12点台というところで、ここもねエスコンなんですよ、1試合先発をしてましたけど、4回途中投げて6失点というところで防御率が 12.46 っていう数字になってますよね。まあなのでちょっとねソフトバンク、まあどっちかっていうとねソフトバンクの方がまだ相性いいんですよ、防御率4点台ですから。ただやっぱシュンペーターも相性が抜群にいいので、この辺をねどう取るのかっていうところですけど、例えばシュンペーターが日本ハム相手にね相性が良ければ、じゃあ田島投手をソフトバンクに、シュンペーターを日本ハムにっていうようなやり方もできると思うんですけど、防御率もまあ7点台ということです。ただこれね本当宮城投手、田島投手、シュンペーター3人に同じことが言えるんですけど、全員ですねエスコンで投げてる数字が良くないんですね。なので何度も言ってますけど、今回京セラですから、あんまり数字は気にせずにですね京セラの、成績っていうのはいいと思うので、田島投手、シュンペーターっていうのは田島投手を日本ハムに投げても全然いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、すごくいいのがですね、サチヤと東投手でございまして、素晴らしいですね。東投手はね、エスコンで投げててマウンドにも合ってるっていうような感じですけど、サチヤに関しては、エスコンと京セラそれぞれで投げてるんですよね。で、エスコンフィールドでも 3.60 っていう防御率で、その日の試合はですね、5回投げて2失点っていうような成績を残してますから、まあこの辺の数字を考えてみると、日本ハムの3連戦、まあ、カード頭大事ですからね、サチヤ、田島投手、東、こんな感じで投げてみてもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、なので、サチヤに関しては中6日になるっていうような感じですよね。まあ、最短で中5日行けますけど、1日余分に空けてもね、それはもうやっぱ何のマイナスでもないですから、まあ、こういう感じで、組み立てられたら、オリックスいい感じで6連戦過ごせるんじゃないかなと思いました。なので今週のローテ予想、個人的にはこんな感じで考えておりますということで、吉野部に始まって東投手という形でですね、素晴らしい、ローテが組めるんじゃないかなと思ってます。まあ外谷投手をどうするのかとかですね、ワゲスパックどうするのかとかいろいろありますけども、まあ2人の投球を見る限りはですね、田島投手を1回上げてっていうような、やり方を想定できると思うので、こんな感じで考えてみました。ということで今回のテーマはですね、今週から始まるソフトバンクと日本ハムとの6連戦の先発予想というテーマでお話をさせていただきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひですね、今回のテーマについて何か思うことがありましたら、コメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思っております。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録とそしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。